はい、どうもはい、楽しい楽しいご飯の時間ですよ。ありがとうございます。はい、ということで本日、ライブじゃない。ライブじゃない鍋大会でございます。明るすぎるかもしれませんけど、もう関係なし。いっちゃおう。今日はライブって気分じゃないぞと。ね。何でもかんでも毎回毎回ライブやってんじゃないんですよ、僕は。さあ、皆さんご存知でしょうけれども。そういうことです。今日はライブじゃない方法、ライブじゃない味噌鍋でございます。いただきます。やべえよ、今日相当いいです。今日も相当いいです。さあ行きましょう。一乾杯一乾杯一乾杯。あー美味しい、あー美味しい。あーもうね、これもやってる時からうわいいね、キスが出てきておるよ。油が味噌のいい香りがして、もう早く食べたくて食べたくて、早く飲みたくて飲みたくて。汁をよ、でもうしっかり多いわけ。何がって、肉が、豚肉もうすごいわけ。今日のはほんとすごいわけ。見てね、ちょっと見てね、今のキャベツね、豚もたっぷり入ってるわけ。一人前とは思えんわけよこれ。三人前ぐらい入ってるはずな。で今たっぷり入ってるキャベツでしょ。でネギもね、2本半分ぐらい入ってるわけ。2本分だったら2本半かな、うん、最初からこんだけいくわけ、いっちゃうわけ。で玉ねぎもあるわけよ。玉ねぎもうわーすごい、いやたまらんのよこれが。でウインナーもある。ちょっとはまりきらん、一回これでいこう。あー一回これでいこう。いただきます。ちょっと見る、これ気をつけないとね。ホットプレートとか鍋は火傷しますからね。この前ホットプレートで見てて火傷した後です。よくやります。めちゃめちゃ幅広いです。ネギがトロトロだよ。っていうか見て、本当にこの汁、油が浮かんでるの見えますかね。あーこぼれそうだな、ダメだな、ちょっと下に向けるか。これ油が浮かんでるの見えます。エキスです、エキス。こっち見た方がいいか、わからんか。この豚肉やらフランクフルトやるから染み出てきてるエキスですよ。これは油を足したりとかしてるわけじゃないのよ。あたまらん。あし、フーフーしたけど、見てんだ、トロトロですよね。やべ、ほんと美味しい。だし、あ、すいません。出まくりだもん。肉からも野菜からも。最高だ。ほんとに最高だ。パラダイ足りてないですか？大丈夫ですか？パラダイ足りてない。ないですかね？もうたまらんな、おい。あかん。
わかる。本当はね、ちゃんと死んでもいいから解凍して肉を広げてさ、置けばさ、肉もっと多く見えるし、美味しそうに見えるの分かってますよ。分かってんだよ。分かってんだけどさ、そういうことじゃないんですよ。ああ、美味しい。そういうことじゃない。そういうことじゃないんですよ。たださ、また食べたいんだと。それだけよ、本当にそれだけ。動画のことなんてあんま考えてないんだな。こういうとこなんですよ、こういうとこ、うん、こういうとこダメなんだとね、怒られちゃうわけですけども、なんとかやっております、なんとか生きてます。ここ何日かさ、またああ美味しい、またちょっと気温下がってて、鍋食べたいな、鍋食べたいなと思ってたんですよ。3種類かな、今日も。合わせ味噌、1種類でも十分美味しい味噌ですよ。おのおのがそれを3つも合わせちゃってんだ。うわ、最高だなお前、やべえな。あ、何回あげようと思った。前はいいや、もう今日は、今日はいいわ。今日はいい、やめとこう。もう贅沢になりすぎる。そういう運命だ今日はね。何かあげなし。緑の葉っぱ系のあれもなし。そのがえのき入ってるからね。ああ、このえのきからも出汁出てたんだな。そういうことだよ。すごいもんだって。うわ、ほら、たっぷり出たんですよね。フランクフルトね、業務スーパーの強力なやつ、これ最高だよ。まだネギあるね。ネギと玉ねぎでね、何回見てもいいな。見てほら、この油、これがエキスなんですよ。ラー油も持ってきてんだけど、まず胡椒でいきましょう。胡椒で、ああ、酔っ払ってきたな。酔っ払ってきました。あ、胡椒のいい香り。最高、最高だな。ブラックペッパーいいな、最高だね。あっ、いや、これいいわ。昔から好きなんですよ、香辛料が。う
好き。ああ、ちゃ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 。ちょっとさ、大人になれたような気持ちがしてさ、気がしてさ、胡椒ブラックペッパーなんてかけたいんや。ちょっと大人の仲間入りしたみたいなさ。そんななかったっすか皆さん。なかった？唐辛子とか、あっちゃ、あーラーメン香る食べたいな。ラーメン香る思い出したよ。香辛料の話してたら、美味しいんですけど、あ、ちゃちゃちゃ、辛いの得意じゃないけど好きな木島ですから、昔から。カオルのね、味噌ラーメンにラー油とかバンバカバンバカ、胡椒とかバンバカバンバカ入れるもんだから、もう木島いい加減にしろと。お前の分はもう最初から辛めで作ってやるっつってやってもらってましたね。最高に美味しかったな、カオルのラーメンな。カオルラーメン、カオルラーメンじゃないですよ。ラーメンカオルなんです。あく。電話取るときもね、ラーメンカオルっつって。あの味復活してくれんかな。今みたいに SNS が発達した時代であれば絶対大流行してた。東京にも出店してたでしょうね、きっと。横浜とかラーメン博物館とか、ああいうのに出店してただろうっていうぐらいの強烈な味噌ラーメンでした。最高です。ああ、おじい、これは本当優秀。あ、これ、このフランクルト本当優秀。めちゃめちゃ美味しい。カオルのことも思い出したし、いや、ほんと食べたいな、ラーメンカオル、カオルの味噌ラーメン、味噌バターですよ、味噌バター。もう都会もうないんですよ、お店自体がなくて。こうやって都会出てきて、いろんなラーメン屋さんのラーメン食べましたけど、味噌ラーメンも独特でね、これ似てるなっていうのはあったことないもんね。ほんとあったことない。あれは美味しかった。また食べたいな。まあそういうの多いよね。なくなっていくんですよ。コーナー弁当しかり。上州稲荷しかり。だから今こうやって美味しいもの、どっかのお店のでもいいよ。家でもいい。食べれてるっていうのは本当幸せなことなんですよ。ありがたい。いつでも食べれるわけじゃないんだよ。この時代に生まれて出会ったから食べれてるわけですからね。ああ、そういうことです。このラー油もいい香りなんですよ。合わせて終わった。どうぞよろしく。ありがとう。
美味しい、うん、ラー油でも美味しい、熱い、熱い、ラー油でも美味しい。白菜の鍋も好きだけど、こうやってキャベツの鍋も好き。キャベツもいいですよ。キャベツも美味しいの。こうやって何も喋らないで食べてる間、考えてること、そういうことがみんなにも聞こえてたら嬉しいなって思う反面、聞こえてたら恥ずかしいな、嫌だな、絶対やめてくれよって思う気持ちもあって、心の声が聞こえる、人に聞かれちゃう、なんかドラマあった、なんだっけ、悟られか、悟られでしたっけ、ん、誰が出てたとかそういうの覚えてないけど、その設定だけはなんか覚えてる、病院かなんかで、ね、だったな、悟られるみたいな、そうで、そんなありましたよね。男性なんかすごいね、特にっていうか、まあ、人個人差あるのはもちろん個人差あるけど、またこれで面倒くさい話になっちゃうのか、あ、煮干しそのまま入ってます、特にその若い時期なんかは一日の何パーセントは性的なことを考えてるとかさ、そういう話があるじゃないですか。いや、まさにそうなんですよ。まさに。こんな話しなきゃよかった。こんな話しなきゃよかったって話。こちら行きましょう。たっぷりめでね。金の、ああ、いい香りだ。金の価格より、いい香り。金の価格よりもね、胡椒の価格の方が高かった時代があったって聞いたことがありますよ。なんとかインド株式会社か知らんけど、うん、あ、美味しい、本当に美味しい、たまらんぞ、おい、見てごらん、これ豚の脂もあるほらね、これ肉の方の、ああ。貴重だったんでしょ、
保証が。汁全部飲んじゃうんだよ結局、ね、塩分過多だって分かっちゃいるんだけども、いっちゃうんだよね。うわでもあっという間になくなっちゃうな。もういなくなっちゃう。通常であればっていうか、これ3人前ぐらいはあるはずなんですよ、この鍋のサイズで言えばね。はあ、でもいっちゃうのよ。こっちはこっちでもうもともとスパイシーだったりするわけよ。最高なんですよ。あーおいしい、あーおいしい。本当にまだの方だ、業務スーパーのこのフランクまだの方だ、食べてみてください。本当美味しいから。スパイシーチリ系のやつの味もあるんですけど、こっちでも十分スパイシーだから、そっちのスパイシーの方にはまだいけてないな。ついついこっち選んじゃうな、やっぱな。いや十分スパイシーです、十分スパイシー。あっち、はあ、お湯で茹でるだけでもめちゃめちゃ美味しいですよ。こういう汁物に入れても美味しいけど、茹でたの、はあ、何もつけないで食べるだけ、それでもめちゃめちゃ美味しい。鍋を小さい鍋買えばいいのかな。ああどうしてもいっぱいにしたくて、このサイズだって分かってるから、これをいっぱいにしたくてたっぷり入れちゃうからね。小さい鍋買えばいいのかな。どうなんでしょうね。
食べれるうちに食べてた方がいいかなっていうのもあるし。風邪ひいちゃうか。やべえな、あっという間だな。めちゃめちゃ濃厚だったな。無駄なく、あ、やば、コーンマーク出ちゃったよ。無駄なく雪島ですから、無駄なく、やば、間に合わないかもしれない。やば、コーンマーク出ちゃったよ。何分やってる？もう40分ぐらいやってるってこと？30分か、やばいな。かわいい。うん。散歩にしようった。行儀悪い食べ方、ごめんなさい。いや、贅沢な濃厚鍋ライブじゃないやつ、一人鍋大会、わからん味噌味、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと。